This is a sketch drawing left by Leonardo da Vinci himself. Two people are drawn in the sketch. The man on the left is the one who bears a thick beard, Leonardo da Vinci, we are familiar with. The person on the left is Igigi, who was brought from Mars to Earth.He precisely matches the skull of a long-headed Martian Igigi. Please have a look carefully at the lower jaw. The lower jaw is strangely protruding at the front face. In other words, this sketch is a representation of the intimate relationship between Leonardo and Martian Igigi. レオナルド・ダ・ヴィンチ自身が書き残したスケッチ画です。二人の人物が描かれています。向かって左にいる人物にひげをつけたのが私たちがよく知っているダ・ヴィンチです。また向かって右にいる人物が火星から地球へ連れてこられたイギギです。超等人間の頭蓋骨とピタリと一致します。特に下顎を見てください。下顎が異様に前方部へ飛び出しているのがわかります。つまりこのスケッチ画はダ・ヴィンチと火星人イギギの繰り返します、ダ・ヴィンチと火星人イギギの親密な関係を表現したものということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。Once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been and there you will long to return. There have been many different interpretations about these quotes by Leonardo da Vinci. Someone claims that when you learn your worthYou will never settle for less than what you think you deserve. Or, when you travel for the first time and you get to experience something put of tour ordinary, you feel the need to learn more to get a taste of that different culture, to meet new people, to explore. Another man writes that, There are so many examples, I thinkThe sky here mentioned in Leonardo's words represents the first time you try something new that you really like. Something that becomes a part of you.
And once you get to that point, there's no way back, of course, or etc., etc. I, Hiroshi Hayashi, just suppose that. Why not do these people read Leonardo's words as they are? Leonardo wrote, once you have tasted flight, you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been, and there you will long to return. レオナルド・ダ・ヴィンチはこう書き残しています。一度空を飛ぶのを楽しんだことがある人はね、地上を歩くときはいつも目を空に向けて歩くものだよ。だってね、あなたはそこへ行ったことがあるし、そこへ戻ることを恋焦がれるようになるからだよ、と。が、一般的な解釈によれば、これは比喩的な表現であって、ダ・ヴィンチは空を飛んだとは言っていない、と。例えば、何か新しいことができるようになると、もう後戻りできなくなるというようなことを比喩的に表現したものだ、と。どうしてこうした人たちはそこに書かれていることを素直にそのまま読まないのでしょうか。ダ・ヴィンチはこう言っているのです。一度空を飛ぶのを楽しんだことがある人はね、地上を歩くときはいつも目を空に向けて歩くものだよ。だってね、あなたはそこへ行ったことがあるし、そこへ戻ることを恋焦がれるようになるからだよ、と。広し林、浜松市、ジャパン。レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の、言うなれば操り人形芸術家が火星へ行っていたかどうかということについては分かりませんが、しかしこの絵を描いた人物は火星へ行っていたということになります。聖アンナと聖母子の絵です。この絵の左側に51という数字が書き込まれていました。51、つまり11種ゲマトリアによれば火星という意味です。で、この絵の背景に私林浩司は火星の様子が描かれていると判断しました。火星の北極にはポーラーアイスキャップス、つまり氷冠、つまり氷の冠と呼ばれるものがあることが分かっています。右下の火星の写真にそれが見られます。そして拡大し、上空から見たのが中央下の写真ということになります。この写真と聖アンナと聖母子の中に描かれている風景と比較してみると、その雰囲気が大変よく似ているのがわかります。ただし下の写真は真上から見た写真です。聖アンナと聖母子の絵に描かれている風景は斜め上空から見た景色ということになりますが、しかし大変よく似ていることについては皆さんも納得していただけるものと思います。で、私林浩司は聖アンナと聖母子の絵の背景には火星の氷冠が表現されていると判断しました。ついでですが、一般説によると手前にいるのがマドンナ、つまりマリア、そして向こう側にいるのが聖アン、つまりマリアのお母さんということになっています。どんな美術書にもそう書いてありますが、本当にそうでしょうか。
私林浩司は手前の人物はモナリザそのものの人物であると判断しています。顔を比較してみるとそれがわかります。左が聖アンナと聖母子の中に描かれている手前の人物です。そしてモナリザです。この両者を比べてみると違いがないという点で同一人物と判断します。大きなおでこ、薄い眉毛ですね。そして腫れぼったい上まぶた、目の上の表現の仕方ですね。目の下のクマ、全く同じです。で、鼻先が尖っていて鼻の穴がやや後退しています。そして笑い顔ですね。唇の端が上に上がっています。尖った顎、順に比較してみてください。独特な、まあ、おでこの下ですね。そして髪の毛の編み方も同じです。右の方はセットしてあるということになります。左の方はやや乱れているということになります。違いがないという点でこの両者は同じということになります。目の雰囲気も同じですね、まあ、要するに同じだということです。つまり左の人物はモナリザそのものであるということになります。で、モナリザというのは火星のアイオン、まあ、火星のイオンですね。時の神、不動の神ということになります。モナリザはマーズアイオンの、つまりはアナグラム、文字を並び替えてできた名前と私林浩司は判断しています。がそれだけではありません。モナリザの名前の文字を並び替えるとラミアの息子、あるいはマリアの息子ともなります。やはり同じくアナグラムということになります。つまり3つのアナグラムによってできた名前がモナリザということになりますが、こういう芸当ができるのはもう人間技ではないということです。で、その中の一つマリアの息子と考えると、手前の人物は実はマリアの息子ということになります。そしてその向こうにいるのがマリアということになります。話を戻します。この絵の背景に描かれているのが火星の氷冠ということになります。一般説によればアルプス山脈のどこかということになっていますが、似て非なりというところではないでしょうか。モナリザ、そして岩窟の聖母の絵の中にも51と書かれていたことを考え合わせるならば、やはりこの絵の背景は火星の氷冠ということになりますが、ダ・ヴィンチはこんな絵も描き残しています。糸車の聖母子の絵ということになりますけれども、この絵の背景にも大変よく似た風景が描かれているのがわかります。やはり私林浩司は火星の氷冠を表現したものだと判断しています。酷似しています。左の方が精緻な絵ということになりますけれども、絵というよりは写真に近いのではないかと考えています。色の雰囲気も全く同じです。下の写真は先ほど言いましたように火星の上空から撮られた写真ですから、その点をですね、勘案しながら比較してみてください。つまりここに描かれているのは火星の氷冠であるということになります。もうお分かりですね。いつか君たち人間はこの事実を知る時がやってくるだろう。そしてその時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。レオナルド・ダ・ヴィンチ、つまり1500年後のイエスからの
私たち未来の人間に対するメッセージということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。You see a number of 51 hidden in secret in Leonardo's paintings, the Virgin of the Rocks, Mona Lisa, and also Saint Anne with Holy Families. The number 51, which stands for the planet Mars in Jewish Gematria. Then you see a view of Mars in the background of the Virgin of the Rocks.And a panoramic view of Mars in Mona Lisa and Edward's Mona Lisa as well. And now, why not we can see a view of Mars in the painting of Saint Anne and the Holy Families? ダ・ヴィンチの絵、岩窟の聖母、モナリザ、そして聖アンナと聖母子の絵の中に共通して51という数字が隠し込まれています。51はユダヤのゲマトリアによれば火星を意味します。だから岩窟の聖母モナリザ、そして通称ヤングモナリザと呼ばれているアイルワースのモナリザの背景には火星の様子が描かれています。となると聖アンナと聖母子の絵の中にも火星の風景が描かれていると考えてどうしていけないのでしょうか。広志林、浜松市、ジャパン。ダ・ヴィンチが描いた聖アンナと聖母子の絵です。この絵の中に5という数字が隠し込まれているのが分かりました。5です。で、まず皆さんに5をご覧いただきます。この黄色い枠で囲った部分の中に5が隠し込まれています。で、当初私はこの5を5番目のというふうに
解釈しました。つまり5番目の惑星のことではないかということなんですね。で、5番目の惑星といいますと木星ということになります。が、木星はガスでできた惑星です。となると衛星ということになりますが、その中でも最も可能性の高いのがエウロパということになります。で、私はこの聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれているのは木星のエウロパではないかと当初考えました。一般にはその背景はアルプス山脈の一部ではないかと言われていますが、似て非なり、どうもアルプス山脈とは違うようです。そこでモナリザの中に51、続いて岩窟の聖母の中に51があることを知って、もう一度この聖アンナと聖母子の絵を検証してみることにしました。で、その5の右側、向かって右側に1らしき数字があるのが分かりました。私は当初これを7と思いましたが、モナリザそして岩窟の聖母の51と重ね合わせて考えてみることによって、ここに書かれているのは51であると判断しました。51です。注意深くご覧ください。独特な1ですね。欧米人の書く1です。一度左から右上に跳ね上げて、そして下に棒を落とすという51です。となるとモナリザの絵の背景、中んずくアイルワースのモナリザの背景に火星が描かれていたということを考え合わせると、聖アンナと聖母子の絵の背景にも火星の風景が描かれているのではないかと考えたわけです。今皆さんにご覧いただいているのは岩窟の聖母、そしてモナリザの絵の中に描かれていた51という数字です。もう一度ここで確認してください。そして左上がですね、聖アンナと聖母子の絵の中に描かれている51です。比較してみてください。となるとやはり火星と関係があるということになるのではないでしょうか。そこでもう一度絵の背景を確認しておきたいと思います。聖アンナと聖母子の絵です。左下が岩窟の聖母の絵です。明るくしてみますと、そこに見えるのはまさに地下基地、あるいは水中の地下基地ということになります。そしてモナリザですけども、ヤングモナリザの絵の背景には火星の風景が描かれていました。のみならず火星に生える樹木と判断されるものがその絵の背景に描かれていました。こうして火星、火星、火星とつなげて考えていったわけです。もう一度確認しておいていただきたいことは、モナリザの絵の背景です。上下反転し、そして一部を拡大しますと、それはまさしく火星の大地の様子を表す風景であることがわかります。つまりモナリザの中にも火星が描かれていたということになります。ここでは簡単に比較してみますが、左上が実際に火星で撮られた写真です。色、様子、それに岩石ですね。で、左下のモナリザの絵の中の背景はですね、これは火星にまだ水がある頃の、絵、写真ということになるのではないでしょうか。かつては火星にもこのような水があり、そして川があり、湖があったということになります。
で、聖アンナと聖母子の絵の背景ということになります。最近の調査結果によると、火星の北極ポーラーにはですね、アイスキャップス、つまり氷冠があることが分かってきました。氷冠、つまり水もしくは二酸化炭素でできた氷の冠というわけです。まあ、このような氷冠があるということが分かってきたということですね。今ご覧いただいているのは火星の氷冠についての論文です。火星の北極です。このような氷冠があるということですね。そして拡大してみます。まあ、こうした氷冠があるわけですけども、つまりは氷でできた山脈ということになります。まあ、季節によってこうした氷冠が現れるということです。その一部がですね、聖アンナと聖母子の絵の中に表現されている背景の様子と私は酷似していると判断しました。上がその氷冠です。下が聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれている風景ということになります。比較してみてください。ただ残念なことに、上の写真はその氷冠のはるか高い上空から撮られた写真であるということです。下は聖アンナと聖母子の絵の中に表現されている背景ということになります。雰囲気が大変よく似ているということです。つまり聖アンナと聖母子の絵の背景に描かれていたのは今の段階では仮説ということになりますが、火星の氷冠の様子ということになるのではないでしょうか。 Bye for now。The Virgin of the Rocks is the name of two paintings by Leonardo da Vinci. However, no one knows where these four people are in the painting. Where are they now in the painting? But the key to solve this mystery is found here in its painting.I see here in this video that they are somewhere underground of Mars because I, Hiroshi Hayashi, have found a number 51 in the painting, a number 51 of which stands for Mars according to Jewish Gematria. And you see a number 51 as well in the painting of Mona Lisa.
Then you can see a panoramic view of Mars in Mona Lisa, as well as Isleworth Mona Lisa, so-called Young Mona Lisa. That is to say that people in the painting of the Virgin of the Rocks are now somewhere under the ground of Mars. ダヴィンチが描いたとされる岩窟の聖母に表現されている4人の人々はどこにいるのか、その謎を解く鍵がその絵の中に残されていました。その絵の中に51という数字が隠し込まれていたのです。51というのはユダヤのゲマトリア、つまり暗号によれば火星を意味します。つまり4人の人たちは火星のどこかの地下基地にいるということになります。火星です。同じくダヴィッチはモナリザの絵の中にも51という数字を隠し込みました。だからモナリザの背景には火星のパノラマ風景が描かれていたのです。以上の事実を皆さんにこの動画の中でご覧いただきます。皆さん自身の目で見てどうか判断してください。
Once you open up your eyes in your mind, you can see what other people can't see. Here is one example. You see a number 51 in a Leonardo's painting named Mona Lisa. 51 is of Area 51, USA. Anyway, no one has found it in these 500 years. The number 51 stands for the planet Mars in Jewish gematria, and in the background of Mona Lisa, you see a panoramic view of Mars, though it is upside down. Also, you see a number 81 in the same way as you see in Campi's painting, a number 81, which also stands for the planet Venus. Then you see Venus in the painting of the Secret of the Passion of Christ, painted by Antonio Campi. No one has also found it in these 500 years. Because you have closed your mind in these 500 years, then why don't you open up your eyes in your mind? Then you can see another world or another version of human history with me. It is much broader and wider. Here is one of the examples which I, Hiroshi Hayashi, have found. I don't care whether you believe in me or not. I show you here only facts. It is up to you whether you accept it or not. But if not, or if you keep closing your eyes, I'm sure you will be not able to see another history of humans and losing your ways to go in the labyrinth of mysteries as ever. Miss Katie Sun, a friend of mine, is now trying to open her eyes to see another world with me. あなたもほんの少しだけ心の目を開いてみませんか。心の目を開けば、あなたはそれまで見えなかった世界を見ることができますよ。例えばダ・ヴィンチが描いたとされるあのモナリザの絵の中には51という数字が隠し込まれていました。エリア51の51です。その51はユダヤのゲマトリア、つまり暗号によれば火星を意味します。だからモナリザ、そしてあのヤングモナリザと呼ばれているアイルワースのモナリザの絵の背景には火星の風景が描かれていたのです。同じようにアントニオ・カンピが描いたとされるキリストの劇場の秘密の絵の中には81という数字が隠し込まれていました。81は同じくユダヤのゲマトリアによれば金星を意味します。だからその絵の右上には金星が描かれていました。こうした事実を私林浩司が気がつくまでこの500年間誰も気がつきませんでした。500年間ですよ。だったらあなたも一度あなたの心の目を開いてみませんか。そうすればあなたもそれまでに見えなかった世界がそこに見えてきますよ。これはあなたが私を信ずるとか信じないとかという問題ではありません。そこにある事実を事実としてあなたが受け入れるかどうかという問題です。がもし目を閉じたままでいるなら、あなたはこの先もずっと謎の迷路の中でさまよい歩き続けることになります。何か新しい事実が見つかるたびに、不思議だ謎だ不思議だ謎だというあの言葉だけを繰り返すだけですよ。で、友人の KT さんは目を開き、果敢なく謎解きに挑戦しておられます。その謎解きを
応援する意味も含めて KT さんからいただきました情報を皆さんと一緒に考えてみたいと思います。広し林浜松シティジャパン。その KT さんからこんな書き込みをいただきました。どうも KT さんありがとうございました。それによればですね、この岩窟の聖母ルーブル版の絵の中に51という数字があるのではないかということですね。で、早速調べてみることにしました。で、この丸い部分にどうやら人間の手のようなものが書かれているらしいということなんですね。なるほどなるほど。ということで岩窟の聖母の絵をですね、いろいろと調べてみましたが、どうやら51という数字はないというふうに私は判断しました。そしてこのようにですね、色を変えてみますと、この赤い矢印のところにラインがあるように見えます。今白いラインをつけてみましたが、この白いラインの上とこの白いラインの下の風合いが違うように私は感じました。上の方がですね、輪郭がはっきりしています。しかし白いラインの下はですね、輪郭がぼやけています。注意深くご覧ください。つまりこの白いラインから下はですね、その向こうの岩らしきものの輪郭がぼやけているということです。つまり私林浩司はこのラインは水中と水上を分けるラインではないかと判断しました。こうして私林浩司流の謎解きが始まるわけですけども、そのヒントが左下の花にありました。この花に注意していただきたいと思います。左はダヴィンチの描いた絵ですけども、その花に似ているということですね。で、全体に茎が細いということで、まあダヴィンチの描いたこの絵の中の花はですね、水中の花ではないかと判断しました。で、実際水中にはこのような花があるようですね。で、水中の花は水上の花と比べて茎が細いということは言うまでもありません。で、私はこの岩窟の聖母の中の人たちは水中にいるというふうに判断しました。となると、これらの人たちはどこにいるかということですけども、同じくダヴィンチは左上のような絵も描き残しています。この人はカプセルの中にいます。そうです、カプセルです。つまり水中にあるカプセルの中にこれらの人たちがいると私林浩司は判断しました。というようにして私の謎解きは進んでいきますが、念のために KT さんからいただきましたコメントの検証もしてみたいと思います。レオナルド・ダ・ヴィンチ、それにアントニオ・カンピの例もありますから、同じように数字が隠し込まれている可能性はあります。で、明度を上げて皆さんと一緒に検証してみたいと思います。注意深くご覧ください。
いかがでしたか。まあ、今回は KT さんがご指摘のような数字をこの岩窟の成分の中に発見することは残念ながらできませんでしたが、 KT さんどうか諦めないでくださいね。今あなたがなさっていることはまさに謎解きの第一歩、つまり心の目を開く第一歩ということになります。どうか頑張ってください。 Bye for now。It is said that independent thinkers are such people who are more analytical and witty in every way. They are normally self-confident and do not let themselves get worked up by conflict and criticism. They are very much aware of their own strengths and have no doubt about their own abilities. We have to be independent thinkers.Especially when we are confronted with a mystery in front of us, or otherwise we would get lost in the labyrinth of mysteries as ever. Here you see one of the examples of a mystery of paintings painted by Leonardo, who was a puppet artist of Jesus Christ after 1500 years. Independent thinker, つまり独自の考えを持つ人は全体的に分析的でかつ機知に富んでいます。自分に自信があり他人の批判があったからといってへこたれるのことはありません。このタイプの人は自分の力をよく知っていて自分の能力を疑うということがありません。何かの謎に直面したときは特にそうです。つまり私たちはインディペンダントシンカーでなければなりません。でないと、私たちは謎の迷路の中で、右往左往するだけということになりかねません。ここではダヴィンチ、つまり1500年後のイエスによって捏造された画家、ダヴィンチの絵についてもう一度考えてみます。今ご覧いただいているのがダヴィンチが描いたとされる岩窟の聖母、ルーブル版です。この絵で注意していただきたいのは、岩窟の穴を通して空が見え、その空には皆細かい木の葉や枝が描かれているという点です。が、そこに木があるわけではありません。どこか枯れたような木の葉だけです。そしてこの絵の上部には山が描かれていますが、その山の輪郭はあたかも水中から外の景色を見たかのようにぼんやりとしています。またその空にはさざ波のような奇妙な模様が描かれています。さざ波です。注意深くご覧ください。これらの人々は水中のカプセルの中にいると私、林博士は判断しました。
岩窟の聖母ではなく水中の聖母 by 林浩司です。では画面を見ながら説明します。私林浩司はですね、これは岩窟の聖母ではなくてカプセルに入った水中の聖母と判断しています。その理由の第一はですね、空の模様です。その空の模様がですね、水中から外を撮った写真の表現の仕方と全く同じであるという点です。まあそれは皆さん自身が判断していただければ結構ですけども、まあ、こうした事実を見たときにですね、私たちはどのように考えるべきかということなんですね。既存の今まで500年以上もですね、語り継がれてきた説に従うか、あるいは自分で考えて自分で判断するかということになります。そこで重要なのがインディペンダントティンカーということになります。で、自分で考えていくということですね。そして自分で判断していくということですね。でないと、先ほど見ましたように謎の迷路の中でね、右往左往して不思議だ謎だ不思議だ謎だと、それだけを繰り返していつまでも先には進めないということになります。今空の様子と水中からですね、空外を撮った写真の様子と見比べていただいてますけども、全く同じであるということですね。なあち、この上のって言いますか、いわゆる水中のマドンナはですね、絵というのではなくて写真技術を使って描かれた絵ということになります。なあち1500年後のイエスが描いた絵ということになります。もちろんダヴィンチはただの操り人形でした。で、もう一つの例なんですけどもね、これはまあどちらかというとマイナーな謎ということになりますけども、まあ、例えばですね、こうした山の景色がありますね。で、この山の景色を、まあ、写真で撮るときにですね、まず第一に水平に撮る撮り方がありますね。これは同じ高さから、ほぼ同じ高さから撮った写真ということになります。まあ、このように見えるわけですね。今度は上方から撮る場合もあるわけですね。より高い山、あるいは飛行機から撮る場合には、このように見えるわけです。で、このように、まあ、なんて言いますか、水平線がずっと奥の方に伸びていくわけですね。もう一つは、下から見上げるようにして撮る写真もあるわけです。まあ、ここに注意してくださいね。そして一番上の写真を、絵を見ていただくとわかりますように、これは明らかに、空から、あるいはより高いところから、まあ、撮った、描いた絵ということになるわけですね。一応ね、絵ということになりますけども、まあ、それをですね、ダヴィンチなる、まあ、操り人形はですね、糸車の聖母の中にそれを表現しています。この絵を見ていただくとわかりますように、どうもおかしいんですよね。というのは、この背景の絵はですね、高い、より高いところ、もっと言えば飛行機から撮ったような景色になっているわけです。ところが、その聖母と、まあ、イエスと思われる子供はですね、垂直に立っているわけですね。すなわち、角度が合わないわけですよね。もう皆さん自身で判断しかない。あれはまあ、そんな難しい説明しなくてもですね、まあ、絵心のある方ならみんなわかると思いますけども、これは空、あるいはより高いところから撮った、描いた絵ということになるわけですね。で、そこにマドンナと子供がこういう、このように、まあ、表現されている。すなわち、チグハグなんですね。見た感じ、何かおかしいという印象を、まあ、皆さんもお持ちになると思われます。まあ、これはですね、ですから、まあ、先ほど言いましたように、カプセルの中の水中のマドンナという説をですね、さらに、まあ、広げて考えていきますとですね、これは、まあ、この絵そのものがですね、空中からですね、むしろ下の方を見て、角度をね、書かれたと言いますか、もっと言えば写真なんですけどね、回りくどい言い方ありまして、写真なんですけども、そうして撮られた写真を元にして作られた絵ということになります。まあこれ、まあ、ある意味でマイナーな謎ということになりますけども、まあこの問題についても一度決着をつけておかなければならないと思いましたので、皆さんにこのような絵を紹介しました。続く動画はですね、カプセルに入った水中のマドンナです。カプセルに入った水中のマドンナです。どうかご覧になってください。Bye for now. John Lennon still sings this song for us. Imagine there is no heaven. It's easy if you try. No hell below us.Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer.
But I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Hiroshiyashi, Hamama City, Japan。岩窟の聖母、ルーブル版です。この中には4人の人たちが描かれています。聖母と天使と、それに2人の子供たちですね。で、この4人の人たちがどこにいるかというのは今日の謎です。というようなことを聞きますと皆さんはこうおっしゃいますよね。バカ言っちゃいけないよと。この4人の人は岩窟にいるんだよ。だから岩窟の聖母と言うんだよ。と。本当にそうでしょうか。今日の謎解きはここから始まります。で、この白い枠に注意してください。この白い枠の中に奇妙なものが描かれています。注目をご覧ください。これが今日の第一のポイントということになります。で、明るくしてみますと、さざ波のようなものが見えてきますね。実はこれ、さざ波なんですよ。で、実際のさざ波の写真と比べてみますと、これがさざ波だということがよくわかります。すなわち、水の表面で小さな波が、波立っているということですよね。右上が写真です。比べてみてください。ダヴィンチはこのような形でさざ波を正確に表現しました。ですからこの水色の枠の中を見てください。水の中の様子がですね、ラインが途切れていますね。ということはこれやはりさざ波だということです。なあち、このような形でダヴィンチはこの4人がですね、水の中にいるということを表現しました。で、その証拠、もう一つの証拠がこの右のところにあります。これが今日の第2のポイントということになります。注目をご覧ください。ここには花が描かれていますけども、この花はどうもおかしいですね。茎がありません。それに透明感があります。向こうの景色が透けて見えます。なあち、これはですね、水面に浮かぶ、水面に浮かぶ花の、花びらの裏側ということになるわけです。この絵の裏、上の方にですね、花があって、それも花がですね、このようにして水面に映っているということになります。ですから、花びらがみんな裏返しになっています。そして、茎がありません。なあち、4人は水の中にいます。もう一度、詳しく検証しています。今日はここが大変重要なポイントとなります。左の上にやはり草木が描かれています。先ほど言いました赤いところが、透明感のある、花ということになります。比較してみるとそれがよくわかります。ここに、草木がありますね。で、これを拡大してみますと、このようになっています。輪郭がはっきりして、枝って言いますかね、茎もしっかりと描かれています。ところが、右の方は、その枝とか茎がありません。花びらだけです。比較してみると、左の方は透明感がなく輪郭がしっかりしている。しかし、右の方は透明感があって輪郭がはっきりしていないと言いますか、いわゆる向こうの景色が透けて見えるということですね。こうして比較してみますと、右のこの花びらは花ではなく、花は花なんですけども、水面に映る、花ということになります。なあち、水の中ということを示しています。ここが今日は重要ですよ。いいですか？この4人の、人たちは水の中にいるということなんですね。もう一度ここを確認してください。これらは水、水面に映る花ということです。by 林浩司です。そしてこの花びらを見てくださいね。裏返しになってますね。そしてこの花びらをですね、もう一度見てください。上に花のようなものがあって、そしてそれがですね、水面に、映っているということです。ダヴィンチはこのような形でですね、4人は水の中にいるということを表現しました。しかも写真のように正確ですよね。もちろんこれは絵ではありませんよ。写真技術を使ってダヴィンチが描いたものです。で、もう一度この岩窟の聖母に話を戻します。で、このマリアって言いますかね、聖母の、ローブに注意してください。このローブの線ですね。この青い線と上と下では風合いが違うと言いますかね。やや下の方がぼやけた感じがしますし、この青い線から上は、ピントが合ってるという言い方なんですけどもね、はっきりしています。で、ブルーの線を水平にしてみました。すなわち、私はこのブルーの線から下が水の中、そしてブルーの線から上が、水の、外ということに、と判断しました。いかがでしょうか。で、このことはですね、続く
重大な事実へとつながっていきます。で、私はジョン・レノンのように夢を見続けます。この夢がこの謎解きを大変楽しくしてくれます。で、皆さんにこれから、ダヴィンチの不思議な不思議な世界へ案内いたします。この空を見てください。空を見ますと草花がですね、空に散っているのがわかりますね。空に散っているのがわかりますね。そしてその右下もやはり空に草花が散っているのがわかります。そして左のこの小さな部分もやはりそこには草花が描かれて空に散っているのがわかります。空にパラ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 と散っている様子ですね。で、このもう一つ左の部分ですけども、この部分もやはり空に草花が描いてあります。なぜこんな絵を描いたかということなんですよね。また、こうなるとこの4人はどこにいるかということになってくるわけです。注意深くご覧ください。これが今日の第3のポイントということになりますけど、この部分を見ますと草花が空を舞ってますね。向こうの景色の手前に描かれています。一番上の、やや右のこの景色も、花もですね、空に散ってるんですけども、山の手前にありますね。この今、そしてこの部分がですね、にも、さざ波が描かれています。もやもやもやとしていますね。なぜこんな絵を描いたか、もう言うまでもありませんね。これは、透明のカプセルの中から見た景色と、林博士は判断しました。十分かご覧ください。で、この透明の中にこの4人がいて、そして、その中から、外を見てると言いますか、その中にいる様子を、こうしてダヴィンチは絵に描いたということになります。それを表現するために、この4人が水の中にいますよということを、ダヴィンチはこのような形で表現したわけです。もう一度十分かご覧くださいね。いいですか？この上の部分ですね、もやもやもやとしてますね。そこで今度は、実際に水の中から外を見た景色と比較しています。上を拡大しています。そして部分的に比較してみますと、全く同じであるということに皆さんもお気づきになると思います。なあち、上の景色はですね、カプセルのようなものの中から、水の中にあるカプセルですよ。から、外を見た景色ということになります。そしてその向こうには山がある。ですから、山の輪郭を見てください。もやもやもやとしてますね。これは水の中から外を見たということを表していると、林博士は判断しました。なあち、この4人の人は、岩窟にいるのではなくて、透明カプセルの中にいるということになります。この4人の人は、岩窟ではなくて、透明カプセルの中にいるということになります。しかもその透明カプセルは、水の中にあるということになります。楽しいですね。となると、この向かって右側にあるこの物体は何かということになるわけですね。手前にもやもやしてますから、その透明カプセルの向こうにあるわけです。なあち、これが、ダヴィンチの描いた水中都市ということになります。そこへこの4人の人たちがですね、透明カプセルに乗って行って、そして透明カプセルの中から外を見たということになります。この黄色い部分が何かしら窓のように見えるのも、これは私の夢かもしれません。そしてこの窓には何かしら人影のようなものも見えます。これも私の夢かもしれません。私はジョン・レノンが言うように、夢見る人です。またその夢見るがゆえに、こうした謎解きもさらに楽しくなるのではないでしょうか。皆さん、岩窟の聖母ではないですよ。透明カプセルの中の聖母ということになります。Bye for now. In the painting named Virgin in the Rocks, Louvre edition by Leonardo da Vinci, we see unusual rocks at the right top about which I, Hiroshi Hayashi, reckon that these rocks are sort of a part of the underwater base somewhere, most probably on the Mars. The two rectangular objectsWhich cross these rocks in between are passages, and we may even see window-like squares on the surface, together with a shadow of a passage. Under the base, we may also see what appear to be pillars or pipes that seem to support the base from the ground.
I, Hiroshi Hayashi, would like to prove in this video that these four people, including Maria, are now in a capsule underwater, and in their back, the rocks behind them are not just rocks. It is striking to know that Jesus Christ, after 1500 years, had left us humans so many messages in this painting, and here is another one.岩窟の聖母ルーブル版です。この絵画の右上に描かれている岩に今日は注目してみます。つまりこれはただの岩なのでしょうかということです。岩窟の聖母の絵の中の4人の人たちがカプセルに入って水中にいることを考え合わせるなら、私にはこれはただの岩とはどうしても考えられません。例によって例のごとく1500年後のイエスはダ・ヴィンチなる操り人形芸術家を通して私たち人間に何かもっと重大なメッセージをこの絵の中に隠し込んだのではないかと私林博士は考えます。つまり水中基地です。広志林浜祭りジャパン。水中基地というわけではありませんが、世界で水中都市が次々と発見されています。このサイトは7つの海底都市と題して7つの海底都市を紹介しています。話を先に進める前に皆さんに水中の海底都市を紹介します。これはクレオパトラのアレキサンドリアと名付けられている水中都市です。何らかの地殻変動によってもともとは陸上にあったものがこのように水中に沈んだということになっています。ギリシャでも発見されています。パブロ・ペトリと呼ばれている水中都市です。やはり地殻変動でこのように、海底に沈んだということになっています。ジャマイカのポートロイヤルでもやはり水中都市が発見されています。この水中都市の特徴は、広大だということですね。そしてこのように地図まで書かれています。ダイバーたちの格好の探検場所にもなっているようです。そして次はインドのカンベイ湾にあるダルカ水中都市です。このダルカ水中都市の特徴は、何しろ人間の歴史を超えてはるかに古いということです。それについての論文はこの後に紹介しますが、このような水中都市が次々と発見されています。で、そのダルカ水中都市についてある日本のウェブサイトは次のように紹介しています。なんと9500年前の水中都市というのです。で、話を岩窟の聖母に戻します。岩窟の聖母の右上に書かれているのは、これは水中基地ではないかというのが私林博士の考えです。ではもう一度最初から検証し直してみたいと思います。岩窟の聖母ルーブル版です。この絵については今までたびたび検証してきましたが、今日は右上のこの岩の部分について検証し直してみたいと思います。今キー枠で囲った部分を拡大してみました。右です。そして明度を少し上げてみます。右に見えるドーム用の物体は私は建物と判断しました。そしてそのドームと左の岩をつなぐ2本の通路のような、長方形が見えます。で、線をつけてみました。
私はこれを通路と判断しました。そして右下に影のようなものまで描かれています。でこの黄色い部分は私は窓と判断しました。まあ、水中基地の中の窓ということになります。で上がドームの天井ですね。そしてこの2つの通路、連絡通路と言ったら良いのでしょうか。そして窓らしきものも見えるということです。窓枠もよく見るとあるように見えます。でこの通路の上のこの部分ですけども、何かあるように見えます。で明度を上げてみますと、何かしら別の物体が付属といいますか付着しているのが分かります。これは何なのでしょうか。まあ、一応ここではクエスチョンマークをつけておきます。そしてその下に影らしきものも描かれています。これはただ単なる岩石なのでしょうか。岩石であるとするならば、この岩石は大変不自然な岩石ということになります。左右にまたがって描かれています。でこの黄色い丸の部分に注意してみます。私はこれを窓と判断しました。でこの部分を拡大してみました。今一番左端にその部分がやってきました。そして右の方に明るい部分が、まあ、続いています。これらは窓ではないでしょうか。人間の考える窓とはだいぶ感じが違いますが、窓ガラスの代わりに何かしら厚いクリスタルのようなものがあるような感じに描かれています。で結論ということになりますが、私林浩司はここに描かれているのは水中基地ではないかと判断しています。断定はできませんが、そうでないとはもっと言えないという意味で水中基地ではないかと判断しています。そしてその水中基地をですね、このような、まあ、物体が下から支えているということになります。そしてその支え部のようなものの左にですね、何かしら溶岩状の黒い物体が垂れ下がっているようにも見えます。でラインを入れてみましたが、やはり右側にも同じようなものが垂れ下がっているように見えます。何でしょうということになりますが、つまりこれ全体として見ると、これは水中の基地ということになるのではないでしょうか。もう一度皆さんに確認していただきたいと思います。で私は、まあ、この基地にですね、色をつけてみました。全体の形としてはこのような形で、かなり幾何学的な形をしているのがわかります。で色をつけてみますと、このようになります。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスは、まあ、水中基地をこのように隠し描き込んだということになります。続く動画をどうかご覧になってください。水中のマドンナ、その証拠と証明です。Aliens Underwater Bases Mystery of Leonardo da Vinci Hiroshi Hayashi Hamama City Japan、アメリカのですね、カリフォルニア州のマリブの沖合にエイリアンの水中都市、水中基地があるというふうにネット上で騒がれています。まず皆さんをその場所に案内します。で、カリフォルニア州のマリブという町の沖合、約 7.5 キロのところです。まあ、ここにですね、まあ、上空から見ると、楕円形といいますか、卵型の
構造物らしきものがあるというわけです。上部は完全なフラットになっているということだそうです。まあ、緯度経度はここに示しておきますので、皆さん自身でも確認していただけるものと思います。で、この長さが4キロですね。縦が4キロ、そして幅が 2.2 キロ。まあ、これが構造物であるとするならば、極めて巨大になってますかね。構造物であるということになります。で、この写真が Google Earth 上で公開されている写真です。で、この上の部分を屋根としますね。そうしますと、この縦のこう見えるものは、これは柱ということになるわけですね。で、このこうした柱に支えられた、まあ、巨大な構造物があるということになりますけども、果たしてこうした柱でこうした構造物を支えられるかどうかという問題もないわけではありません。極めて強固になってますか、硬い岩盤であっても、これちょっと難しいんじゃないのかなと思いますね。まあ、ともかくも、この長さが4キロあるというわけです。で、色をつけてみました。で、これは何かということですけども、まあ、こうした写真はですね、Google Earth の場合は、衛星からレーダー、まあ、レーダー撮影をしているわけですね。ですから、まあ、海の中もこのように映るというわけですけども、しかし、屋根の下の部分まで回り込んで撮影するということはできないわけですね。いわゆる 3D であってもね、あくまでもカメラの位置は宇宙ですから、まあ、撮れないんじゃないかということも考えられるわけです。まあ、それはさておいて、とにかくこれは何かということになるわけですけども、夢が膨らむと言いますか、想像力がかき立てられます。が、しかし私が発見した水中基地は、これは確かです。皆さんに紹介します。これは岩窟の聖母と言われている、まあ、リオナルド・ダ・ヴィンチなる、まあ、操り人形画家が描いたということになってますけども、ここの部分、赤い部分に注意してください。この部分に構造物らしきものが描かれています。注意深くご覧くださいね。橋桁のようなものがあって、その、まあ、上の方にこの、なってますか、水中であるという証拠が残っています。これについては、続く動画の中で詳しく皆さんに紹介しますので、ともかくここの絵全体がですね、この、洞窟って言いますか、岩窟全体が水の中にあるということです。そしてその中に、このような構造物って言いますか、幾何学的なラインを持つ、構造物が描かれているということですね。で、橋桁左右に渡ってますけど、ここですね。この下に影のようなものも描かれているということですね。そして窓らしきものもあって、その窓の中には人影のようなものも描かれているということです。そして直線的な構造物で、構造をしているということですね。で、ここに注意していただきたいと思います。で、この赤い部分を拡大してみます。で、これがその、まあ、拡大した部分ですけども、ちょうど中央あたりに窓らしきものが見えますね。非常にいいものになってますが、機械的、メカニックな構造物であることがわかります。で、これはまあ何かということですけども、全体がですね、水中にあることを考えますと、これは水中都市ということになるのではないでしょうか。これは私、林浩司が発見したことですから、自信を持って皆さんにそのようにお伝えできます。500年間誰も気がつかなかったんですね。まあ、皆さん岩だというふうに思い込んでいたのではないでしょうか。で、この構造物らしきもので、この橋桁がっていますか、左右にまたがっていると。そして影もできていると。そしてこの直線的な、まあ、構造物ということになるわけですね。で、まあ、これは私は1500年後のイエスが、なんて言いますか、水中都市を表現したものだと判断しています。で、もう一つはカリフォルニア州、マリブの沖合の、いわゆる、まあ、水中基地らしきものに戻ってみます。で、もう一度これ皆さんに見ていただきたいんですけども、まあ、果たしてこれがですね、水中基地なのか、それともそうでないかってことになってくるわけですけどもね、長さ4キロ、巨大ですね。もしこれが構造物であるとするならば、巨大だと思います。幅が 2.2 キロですからね。そして、まあ、上部が完全に平らになっていると。しかし先ほど言いましたように、この宇宙から撮った写真ですからね、その屋根の下までは撮れないはずなんですけども、何かしらこう、中にこう入り込んでる感じもしないわけでもないわけです。まあこれ本当にこれ、ということになってね、言葉が詰まってしまいますけども、皆さんの判断はどうでしょうか。で、その周辺にもこのような人工構造物らしきものが捉えられているということですね。はい。これは何でしょうか。まあ、いたずらってことは、まあ、ありえませんけどもね。もう、これ発表されて2014年の10月ですから、もう、現在、もう、
2年近くになってますけどもね、それ以後あまり大きな話題になっていないところを見ると、どこかでブレーキがかかっている可能性もあります。で、この写真はちょっと特に注意していただきたいんですけども、こういうふうに撮れるわけですね。普通は、衛星から撮った場合にはね。ですから、これを縦の棒、なんていうか、崖のようなところを柱と見間違えているのかなっていう可能性もないわけでありません。しかし、全体として見ると、まあ、自然にできたものというふうに片付けてしまうのも、まあ、難しいんじゃないかと思います。つまり、頭の中で、その、綱引きが始まるわけですね。いわゆる、まあ、自然にできたものなのか、あるいは人工的な構造物なのかという部分で、頭の中で綱引きが始まって、どっちへ、まあ、イエスかイエスでないか、イエス、ノーかノーでないかという、まあ、綱引きが始まるわけです。まあ、皆さんの判断はどうでしょうか。まあ、私はですね、このような水中都市が、水中基地って言いますかね、水中都市があったと聞いても、まあ今までの流れからしてね、驚きません。まあ一つのね、考え方、まあ証拠としては、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家がね、描いたとされる岩窟の聖母に、その一つが現れているということになります。まあ続く動画の中で、岩窟の聖母についての絵の、検証をしています。by 林博です。どうかご覧になってください。それでは皆さん、バイ。Someday you will reveal this fact. Someday you will know this fact. Then you will know what I was. Then you will know what you are and where you're from. You humans, you are sons and daughters.Of God. いつの日か君たちはこの事実を暴くだろう。いつの日か君たちはこの事実を知るだろう。その時君たちは私が何であったかを知るだろう。そしてその時君たちが何であるかを知るだろう。そして君たちがどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たちは神の息子であり娘なんだよ。 This is a message from Jesus Christ after 1500 years.
According to Wikipedia, it writes about Ellsworth's Mona Lisa as follows. Shortly before World War I, English art collector Hugh Blaker discovered the painting in the home of a Somerset nobleman in whose family it had been there for nearly 100 years. This discovery led to the conjecture that Leonardo painted two portraits of Lisa del Gioconde, the famous one in the Louvre, and the one discovered by Blaker, who bought the painting and took it to his studio in Isleworth, London, from which it takes its name. 第一次大戦の少し前、ヒュー・ブレイカーというアートコレクターが、サマーセットの貴族の家から、その家に伝わる一枚の絵画を見つけた。この発見により、レオナルドが2枚のモナリザを描いていたという推測へとつながった。つまり、ルーブル美術館にあるモナリザと、それにブレイカーが発見したモナリザである。ブレイカーはその絵を買い取り、ロンドンのアイルワースのスタジオにそれを持ち帰った。そのためその絵は、アイルワースのモナリザと呼ばれるようになった。広し林、浜松シティ、ジャパン。今皆さんにご覧いただいているのは、上がアイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な風景です。下が NASA のマーズ・キュリオシティ・ローバーが実際に火星で撮って地球へ送ってきた写真です。比較してみてください。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり上の絵はですね、これは絵ではなくて写真を焼き込んだものであると私、林博士は判断しています。まあ、この辺りに谷もあり、山もありという風景が上に描かれています。そんな点に注意して検証してみてください。目をやや細めてみますとですね、これがただ単なる絵ではなくて、写真のように精緻に描かれていることに皆さんもお気づきになると思います。で、この絵はどのようにして描かれたのか、それを私なりに簡単に実験してみます。これはアイルワースのモナリザの背景に描かれている風景ですね。その上の部分を取り出して、そして火星の実際の写真を下に貼り付けてみます。下の斜半分下はですね、これは火星の実際の写真です。で、ややぼかしを入れます。こうしますと、アイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な、と言いますか、風景に似てくると思います。もちろん、全く同じ場所を探し出すことは不可能と思われます。ともかくも下が今合成で作った写真です。上半分がアイルワースのモナリザの風景から撮ってきた写真ということになります。で、上がですね、アイルワースのモナリザの、まあ、絵の中に描かれている風景です。色を落としてみるとですね、大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり、このようにして、アイルワースのモナリザの背景は、まあ、作られたということになります。そして、そのアイルワースのモナリザの背景にはですね、火星の木と思われるものが描き込まれていました。最近の、まあ、調査によればですね、どうやら火星にも地球上の木に似た植物が生息していることが分かってきました。これがその証拠写真ということになります。現在、アリゾナ大学がこの写真を保管しています。ここに
描かれているものは何かということですけども、相当高い地球上の針葉樹に似た木と言われています。これが火星で発見された植物と思われる木です。それと同じものがですね、このアイルワースのモナリザの向かって左側に描き込まれていました。だいたいこんなところにこんなものがあること自体がおかしなことということになります。この奇妙な物体がですね、アイルワースのモナリザの絵を台無しにしているとも考えられます。この部分ですね、この部分に奇妙なものが描かれているということですね。左右を比較してみてください。左は私が消したものです。つまり、このようなものが描かれていること自体がおかしいイコール、それほどまでに重要なものであったからこそ、レオナルド・ダ・ヴィンチは、この物体をアイルワースのモナリザの背景に描いたということになります。明度を上げてみますと、ボコボコとした感じとともに、美しい緑が現れてきます。そうです。これは樹木、木ということになります。で、この木はどこの木かということになります。それを皆さんにこれからご覧いただきます。注意深くご覧ください。アイルワースのモナリザに描かれていた木と思われる物体です。右は、ローバーですよね。マーズ・キュリオシティ・ローバーです。それがこのような写真を届けてきました。まあ、これは上空を飛行中に撮られた写真ということになります。そしてその中にはこのようなものが映り込んでいました。先ほども言いましたように相当高い木のように思われます。右が実際に火星上空から撮られた火星表面上の樹木と思われる物体です。まあ、木と断定してほぼ間違いないと思います。詳しくはこの続く動画の中で説明しますが、ともかくもこのような物体が映り込んでいたということですね。で、その中の一部とですね、左の、まあ、アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体と比較してみます。もちろん、まあ、植物ということになりますから、全く同じものを探すことはできないと思います。それに季節によって、まあ、葉っぱの部分がですね、生い茂り方が違うのは当然かと思われますが、その部分を除いてと言いますか、勘案してもですね、この両者は酷似しているというレベルを超えて同じです。言い換えますと、左のような植物、あるいは右のような植物は、少なくともこの地上にはないのではないでしょうか。つまり、1500年後のイエスの操り人形芸術家を通して、1500年後のイエスは、このような、まあ、写真ですよね。写真をアイルワースの絵の背景に焼き込んだということになります。ここが重要ですから、皆さん自身の目で左と右を比較してみてください。左は一応絵ということになっています。右は間違いもなく写真です。火星上に生えていると思われる樹木、つまり木です。つまりこれら両者は、私、林浩司は同じと判断しました。ついでながら、こんな奇妙なものも発見しましたので、一応報告しておきます。このアイルワースの背景はですね、一般には山と考えられています。これは山ではありません。下へ掘り込んだ崖です。光の方向からそれがわかります。下半分が山に見えるから山というふうに一般には理解されています。が、私、林浩司はこれは崖と判断しました。で、この部分に奇妙なものが、まあ、描かれているということですね。何やら崖の途中に、まあ、窓のようなものが描かれているということです。が、確認はできません。ともかくも、まあ、これはですね、私は絵というよりも、写真から起こした絵というふうに理解しています。
部分的に絵のように、まあ、改変されているように思いますが、しかし写真のように精緻な部分もあります。まあ、こうした物体が描かれているということですね。で、これは何かということですけども、この下半分は崖ということになるんですよ。山ではありません。先ほども言いましたように、光は右上の方から斜め左下の方に当たっています。ですから、これは崖と判断しました。で、この部分を明るくしてみますとですね、やはり奇妙な左の方ですけども、ものが描かれているように思います。さらに、この部分ですね、上半分はどうやら絵のようにも見えますが、下半分はですね、極めて精緻に描いてあるのがわかります。明度を上げてみるとそれがよくわかります。赤い大地がここに、まあ、描かれているということですね。で、これは私は絵ではなくて、一部写真であると判断しました。そして、色も火星の色と一致します。これは、マーズ・スピリチュアル・キュリオシティ・ローバーがですね、火星から送ってきたオリジナルの写真です。右はアイルバースのモナリザに描かれているオリジナルの色です。比較してみてください。色には手を加えていません。よく似ているというより、私、林博士は同じと判断しました。いかがでしょうか。続く動画をどうかご覧になってください。いつか君たち人間はこの事実に気がつくだろう。その時、君たち人間は私の正体を知るだろうと同時に、君たち人間は君たちがどこから来たかを知るだろう。Bye for now. Someday you will reveal this fact.Someday you will find this fact. Someday you will know this fact. Then you will know what I was. Then you will know where humans come from. Then you will know what you are. You humans, you are the sons of daughters of gods.This is a message from Jesus Christ after 1500 years. いつの日か君たちはこの事実を暴くだろう。いつの日か君たちはこの事実を見つけるだろう。いつの日か君たちはこの事実を知るだろう。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。その時君たち人間は自分がどこから来たかを知るだろう。その時君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは神々の息子であり、娘、なんだよ。これが1500年後のイエスからのメッセージということになります。広志林、ハーママシティ、ジャパン。左上の写真が NASA が火星で撮ってきた写真です。右下はアイルワースのモナリザの絵の中に描かれていた奇妙な物体です。この両者は全く同じものです。つまり、アイルワースのモナリザの背景には火星の奇妙な物体が描かれていたということになります。では、この物体は何かということですね。明度を上げてみますと、アイルワースのモナリザの絵の中に描かれている物体は美しい
緑色に変身します。つまり、これは火星に生えている樹木ということになります。そして、アイルワースのモナリザの絵の背景に描かれているのは、その火星に生える樹木ということになります。この両者を皆さん注意深く比較してみてください。もちろん植物ですから全く同じものというわけではありませんけども、違いを見つけることができないという点で、アイル・ワースのモナリザの中に書かれていたこの奇妙な物体は、火星に生えている樹木ということになります。つまり、このような形で、1500年後のイエスは、ルネサンスに私たちにメッセージを残しました。いつか、君たち人間は、この事実を知るだろう。その時、君たち人間は、自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは神々の息子であり、娘なんだよ、と。まあ、このように比較してみるとですね、このアイルワースのモナリザの中に仕込まれた1500年後のイエスのメッセージを読み取ることができます。The term oopart or autoplace artifact is rarely used by historians or scientists. You know the reason why. Why isn't the term used by historians and scientists? The term is used to describe a wide variety of objects from anomalies studied by mainstream science and pseudoarchaeology far outside the mainstream to objects that have been shown to be hoaxes or to have mundane explanations. Then, how about this fact I show you here in this video?オーパーツという言葉は歴史家や科学者の間では使われていません。なぜ歴史家や科学者は使わないか、その理由は皆さんご存知の通りです。オーパーツという言葉は科学の世界では邪道と言われるものを表現するために用いられているからです。あるいはエセ科学の代名詞としてアカデミックソサイエティの外にあるインチキ考古学の代名詞として用いられているからです。では、この動画の中でお見せする事実はどうなのでしょうか。広志林、浜松市、ジャパン。まず、皆さんにご覧いただくのが一枚の銅鏡です。この銅鏡は大阪の長持山古墳から明治時代に出土したものです。そして同じく明治時代にアメリカに流出しました。現在この銅鏡はマサチューセッツ州のバーストンミュージアムファインアーツに所蔵されています。この銅鏡には北極海の地図が正確に浮き彫りで彫刻されています。海岸線のみならず、シベリア大陸の方には、川、あるいは湿地帯まで正確に彫刻されています。一つ注意していただきたいのは、この銅鏡の中で、特に色の濃い部分は、海氷もしくは氷、雪と考えられます。それを除きますと、このように北極海の地図と完璧に一致します。のみならず、この銅鏡の上の地図はですね、真上から見たときに、まあ地球の写真と一致するということです。つまり、特殊な方法で上から
焼き込んであるということになります。時代は卑弥呼の時代です。まさにあってはならない大パーツということになります。もうこの事実を発見して、私、林浩司が発見して、すでに3年以上になろうとしています。次にご覧いただきますのは、法隆寺の隣にあります、中宮寺にある弥勒菩薩半跏思惟像です。中宮寺です。この中宮寺には、弥勒菩薩半跏思惟像が安置されています。左がガンダーラ仏です。この両者はプロポーションが全く同じです。そして二つを重ね合わせてみますと、細部に至るまで同じです。ただし、鼻の長さと太さだけが違います。団子の形も少し違います。しかし、首の下にはシワがあります。そのシワまで一致しています。そこに注意してください。この事実も私が発見してすでに3年半あるいは4年近くになります。特に上まぶたのラインに注意してください。この事実をどう考えたらよいかということですね。左はストイッコです。右はクスノキオの寄せ木に彫刻されたものです。この丸いところのシワに注意してください。こんなところまで一致しています。この事実を皆さんはどのようにお考えになりますか？ただ単なる偶然、あるいは大パーツとして片付けてしまいますか？そして皆さんに見ていただきたいのは、レオナルド・ダ・ヴィンチという画家が描いたことになっているアイルワースのモナリザです。そのアイルワースのモナリザの背景には火星の大地が正確に描かれていました。これは NASA が公表した火星表面で撮られた奇妙な物体の写真です。一般には針葉樹に似た木だと言われています。高さわかりませんが相当高い木と思われます。その木がアイルワースのモナリザの絵の向かって左側に描かれていました。この部分です。この部分に注意してください。一見すると何かわけのわからない、つまり得体の知れない物体に見えますが、これはこの白い線のところで上下が線対称になっています。明度を上げますと美しい緑が浮かんできます。そうです。これは植物です。その植物が下の大地、多分水か何かがあったのでしょう。反射して映っています。これは NASA が公表し、現在アリゾナ大学が保管している写真です。マーズ・キュリオシティ・ローバーが撮ってきた写真と思われます。その中にこのような、樹木と判断して良いものが映り込んでいました。この樹木と判断して良いものにご注意ください。それと同じものがアイル・ワースのモナリザの絵の中に描かれていました。それを今日皆さんに丁寧に見ていただきたいと思います。比較してみてください。左は絵のように見えますが、これは写真です。右は絵ということになっています。これは写真です。そこを誤解しないでくださいね。この写真の出典はここに示しておきますから、皆さん自身で確認できると思います。注意深くご覧ください。NASA。NASA と書いてあります。出所は NASA です。そして現在、アリゾナ大学に所蔵されています。もう一度、このラインを見てください。つまり上半分が下に反射して映っているということになります。ですから上半分の輪郭はしっかりとしていて、下半分の輪郭はぼんやりとしています。これが事実です。そして NASA が撮ってきた写真と比較してみます。皆さん自身の目で確認してください。つまりこのような形で、1500年後のイエスはですね、ルネッサンスという時代にレオナルド・ダ・ヴィンチという操り画家を通して私たちにメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実を知る時が来るだろう。その時、
人間は、君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと、林博士はそのように解釈しています。もう一度、皆さんが撮ってきた写真と、そしてアイルワースのモナリザの中に描き込まれている木の絵と比べてみてください。注意深く見てください。まさに大パーツということになります。まさに大パーツということになります。左は写真のままで手を加えてありません。ただ、明度は少し上げてありますが、それ以外は手を加えていません。そして、右の方もやや明度を上げていますけども、それ以上の手は加えてありません。皆さん自身の目で確認して、比較して、判断してください。ここが重要です。ここが重要です。これを皆さんはエセ科学、インチキ科学として片付けてしまいますか？また片付けてしまって良いのでしょうか？左は NASA が撮ってきた写真です。右はアイルワースのモナリザの背景に描かれた奇妙な物体です。寸分違わず同じです。この事実を皆さんはどのように判断なさいますか？左の絵が描かれたのは今から500年前のルネサンスの時代ということになります。繰り返します。このような形で1500年後のイエスはルネサンスの時代に私たち未来の人間にメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実に気がつく時が来るだろう。その時、君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと。そういうことです。まさに、大パーツ中の大パーツということになるのではないでしょうか。もう一度、NASA の写真を確認してください。University of Arizona と書いてありますね。そして、ホームページもしっかりと紹介してあります。私を疑う人は、このホームページにアクセスして、直接この写真を見られたら良いかと思います。これは火星で撮られた写真です。まあ、これが植物であるというためには、まだいくつかのハードルを超えなければなりませんけども、これは誰が見ても植物ということになります。以上、3つの大パーツ、林博士が発見した大パーツを紹介しました。Bye for now. Checkmate is a game position in chess in which a player's king is threatened with capture and there is no way to remove the threat. Checkmating the opponent wins a game. So do I. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Checkmate! Aliens! Checkmate というのはチェスで王の逃げ場を封じ込め、王が捕らえられることを言います。つまり、相手をチェックメイトした方が勝負に勝ったことになります。で、林博士もその勝負に勝ちました。エイリアン、王手！広志林、浜松セティ、ジャパン。火星で植物らしきものが次々と発見されています。今ご覧いただいている画像もその中の一つということになります。
まず皆さんにレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われているアイルワースのモナリザを見ていただきます。このアイルワースのモナリザの背景には火星が描かれています。火星の表面です。一見すると山のように見えますが、これは山ではありません。赤い部分を注意してご覧ください。ここに岩らしきものがありますが、影は左の方にできています。つまり光は右上上方から来ていることになります。一方この山の表面を見てください。光は左上上方から来ているように見えます。つまり矛盾します。つまりこれは山ではありません。崖です。下の方へ伸びた崖です。ここが重要ですから、しっかりと確認してください。この崖の部分を見ますと、ここに影ができています。そしてここに影のラインができています。つまり光は右上上方から来ていることになります。これで光の方向が一致しました。つまりここに描かれているのは山ではなくて崖だということになります。ここが今日の第一のポイントです。そしてこの崖と、それから火星表面で撮られました写真と比較してください。大変よく似ていることがわかります。火星にはこのような崖が至るところにあります。アイルワースの背景が火星ということになれば、モナリザの背景もこれまた別の惑星の背景ということになるのかもしれません。実際モナリザの絵の背景はどこか地球離れしているのがわかりますが、ここは今日のポイントではありません。今日のポイントは、アイルワースのモナリザの背景には火星が描かれているという点です。これからそれをじっくりと説明しますので、皆さん自身で確認してください。この黄色い部分に注意してください。ここに何か岩のようなものが描かれているのがわかります。色を落としてみると、それがよくわかります。岩がいくつか重なっているのがわかります。そしてその周囲には小さな岩が転がっているのがわかります。これは絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか？このあたりには谷のようなものも描かれています。そして中央には大きな影ができています。私はこれを岩と判断しました。注意深くご覧ください。これは絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか。一見すると絵のように見えますが、実際には写真のように精緻に描かれているのはわかります。黒い影ができています。光は先ほども言いましたように右上上方から来ています。下が実際の火星の表面を撮った写真です。比べてみてください。岩がゴロゴロしています。そして大きな岩があります。少し目を細めていただきますと、写真であることがよくわかります。つまり、この絵を描いた人は、一応レオナルド・ダ・ヴィンチということになっていますが、1500年後のイエスは、このようにしてアイルワースのモナリザの背景に火星の表面を描き込みました。中央にそれが見えます。下は実際の火星の写真です。比べてみてください。大変その様子がよく似ているのがわかります。白黒にしてみますと、その雰囲気がよくわかります。つまり繰り返しになりますが、1500年後のイエスはこのような形でアイルワースのモナリザの背景に火星を描き込みました。ここには谷のようなものも描かれています。一見雑なようですけども、極めて精緻に描かれているのはわかります。絵の具のひび割れ部分を少し薄くしてみました。皆さん自身で確認してください。これは絵ではなく、写真であると私、林博は
判断しました。つまり写真をそのままこういう形で絵の中に写し込んだということになります。なぜこんなことをしたか。いつか私のような人間がですね、この事実を発見して、そして、まあ、1500年後のイエスをですね、再確認するためではなかったかと、私、林博士は判断しています。つまり、1500年後のイエスの私たちに対するメッセージであるということになります。が、これだけではまだ皆さんは満足なさいませんね。で、私も同じようにその絵を描いてみました。キャンバスの上に実際の写真を置き、ややぼかしを入れて、そして薄くします。こうすれば同じような絵が描けるということになります。技術的には大変稚拙ですけども、手法は同じかと思います。上がアイルワースのモナリザの中に描かれた岩山です。下が実際の火星の表面の岩の様子です。注意深くご覧ください。そして色を落としてみますと、まあ同じようであるとしか言いようがありませんね。全く同じ場所を探すことは、これは不可能かと思われます。上が絵です。絵と言われています。下が写真です。アイルワースのモナリザの背景に描かれている赤い大地は夕日を受けて赤くなっているのではないかとも考えられます。しかし夕日で赤くなるのは海とか湖とかその光を反射するところだけです。大地は黒くなります。自然観察をしてみるとそれがよくわかります。もちろん、この地球にも崖はいくらでもあります。1500年後のイエスは、そうした崖の一つを描いたとも考えられます。そこで、この絵に描かれている崖とよく似た崖の写真を集めてみました。確かによく似ています。しかし、似て非なるという感じですね。似ているけども、どこか様子が違います。例えばこの崖を見ていただくとわかりますように、アイルワースのモナリザの中に描かれている崖は内側に鋭角に曲がっています。私が探したところ、このような崖はこの地球には見当たりませんでした。で、本題です。もう一度アイルワースのモナリザの絵を見てください。そしてその背景に描かれている風景の影の方向に注意してください。光は右上上方から来ています。で、左のこの物体は何かということですけども、ここで私は前回、下半分は影だと言いましたけども、やはりこれは影ではありません。上下正確に、線対称になっています。この白い部分で上と下が線対称になっているということですね。光は右上上方から来ていますから、もしこれが影であるならば、影は左下へと伸びているはずです。そして色温度を上げてみますと、美しい緑が見えてきます。これは何なのでしょうか？実は最近次々と分かってきたことなのですけども、どうやら火星にも植物があるらしいということが、分かってきました。一説によれば、サボテンに似た植物もあるらしいということが分かってきました。そしてこの写真に注意してください。これは NASA が公開した写真です。アリゾナ大学が保管しています。この写真に注意してください。まあ、一説によると、針葉樹のような木のようなものが生えているということになります。かなり背の高い木。まあ、木のようなものということになります。もちろんまだ確認されているわけではありませんけども、植物と考えられます。まあ、一風変わった植物ということになります。これが火星上で発見された植物らしい木ということになります。で、これと同じものがアイルワースの絵の中に描き込まれていました。注意深くご覧ください。この中央の部分です。
この中央の部分を皆さん自身で比較してみてください。順に比較していきます。まあ、植物といってもですね、おそらくいろいろな種類の植物があるものと思われます。しかし、まあ、この部分だけを見てもよく似ているというレベルを超えて同じと私、林博士は判断しました。つまり、アイルワースのモナリザの中に描かれているこの奇妙な物体は火星に生える植物ということになります。つまり、針葉樹に似た木ということになります。この写真の出所はここに皆さんにお見せしておきます。現在はアリゾナ大学のエデュケーション教育学部に、所属しているそうです。NASA から出ています。間違いのない写真です。つまり、アイルワースのモナリザの中にはすでに500年前にそれが描かれていたということになります。で、結論ということになります。アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体です。この物体は上下線対称になっています。そんなところから私はやはり、この下半分は上半分が水面に映った反射であると考えています。そうした絵や写真は公開されています。比較してみるとそれがよくわかります。ですから、下半分がぼんやりとしています。火星とはいえ、水もしくはそれに似た液体がこの辺りにはあると考えられます。その液体に上半分の植物が、火星の植物が反射していると私、林博士は判断しました。つまり、このような絵をですね、写真の形で、描き込むことによって、1500年後のイエスは私たちにメッセージを残したということになります。つまり、いつか、君たち人間は、この絵の中に仕込まれた謎を解くことができるだろう。その時、君たち人間は、1500年後の私、つまり、この私が誰であるかを知ることになるだろう。その日のために、この絵の中に、私は、私のメッセージを、残しておくことにする。Jesus Christ, after 1500 years.